レッド、腕に自信があるつもりか？トンネルを這い回るのに比べたら、スカイリムの放浪なんてお遊びだね。鉄の採掘には多大な労力と、特別に強化した道具が必要となる。ここ数ヶ月だけで、ツルハシを5、6本はダメにしたはずだ。だが今は、このロックスプリンターがあるから、熱したナイフでバターを切るように石を切断できる。お前と子供たちの幸運を祈る。お前はスカイリムで一番腕利きの鉱山労働者を見て、赤い霧が立ち込めた忌々しい場所さ。3メートル先は何も見えないんだ。だが私みたいに鉄の匂いを嗅ぎ分けられれば、ことは簡単だがな。旅路がこの愚か者に味方してくれますよ。頼むからたまには勝つ。働くために来たのなら気の毒だな。レッドベリー鉱山という名前はこの場所を覆う赤い霧から来ているんだ。しばらくしたら慣れるよ。ツンドラの温泉のような匂いだろ。何が原因かは分かっていないがね。雲だらけなんだよ。それが問題だ。雲が現れた時はグログマーも俺ももう少しで死ぬところだったよ。すぐに餌を求めて鉱山から出てくるんじゃないかと思ってな。心配なんだ。そうなればもっと厄介なことになるからだ。あんな奴ら全くの役立たずだよ。敵兵に注意しておきますとかなんとかお決まりのセリフを言ってたけどな。この鉱山が全く使い物にならなくなったらここを守って何になるって言うんだ。バカだよ。どうしよう。約束を守ってくれたらかき集められるだけのお金をポケットに詰め込んでやる。そこに移ってきて居座ってしまったんだ。一晩のうちにな。どこから来たのかさえわからない。今はまだ怪我人も出ていないが鉱山にとどまっているようだ。だけどいつまで続くかなんて誰にもわからないだろう。俺たちが鉱山に戻れなかったら町は沈んでしまう。自分のせいでお前を死なせたくない。鉱山では注意しろ。もう帰ってくれ。ないよ。スカイリムって広いよね。まだまだ行ったことがない。面倒は避けろよ、レッドガード。ワクワクしてくるわ。おお、何とも思っていないようなら私は相手になるぞ。お腹いっぱいの蜂蜜酒よりももっと温かくて幸せになるぞ。別なガキどもだな。ちょっと見てくれ。You h a
haven't forgotten the... What a lovely morning. もちろん. I like the trees here in the rift. So many birches. Amazing. I know. おはよう! 今日も一日よろしくね! One day I would love to learn how to make a really good sword. やっぱり旅って一人でするよりも仲間とする方が楽しいわね。 何が必要なんだ? まだここにいる。 何が必要なんだ? May you look at these shoes? They're hard enough. Of course. Talk later. 最後! 何が必要なんだ? 行こう! のどかな場所ね! せっかくだから… ん?私の持ち物が気になるの? <笑>終わったぞ。何なんだ。何が必要なんだ。行こう。ん?私はいつでも出発できるわよ。
私のこの武器珍しいでしょう。何なんだ。これはドゥーマーの遺跡で見つけた貴重な一品なのよ。何が必要なんだ。案内してくれ。今日はどこに行く。私の持ち物が気になるの。まだここにいる。What? I found one of those ingredients I was looking for. Isn't that great? What? いつでも出発できるわよ。スカイリムって広いよね。何なんだ。まだまだ行ったことがない場所が。何が必要なんだ。ワクワクしてくる。案内してくれ。まだ見ぬ財宝を目指して。私の持ち物が気になるの。先を行ってきましょう。 Yes. Of course. Shall we continue? 今日はどこに行く。私の持ち物が気になるの？先を急ぎましょう。いや、ないよ。何が必要かな。Spiders.
are a good team. Don't you think so? This is crazy, isn't it? Once I was attacked by a giant mud crab. I do prefer bandits to vampires and undeads. At least they are alive. Well, when we first meet them, that is. Nanda. Koshii tabi ni nari sou ne. Like this. I'm so glad that I decided to go to Skyrim. 今日はどこに行く? What's wrong with being a milk drinker? My mom says you will get big and strong from drinking milk. Just look at the giants. They have cows, right? ガキどもだな。もういない? 一匹たりとも? おお、それはすごい! やっと鉱山を再開して、ショールストーンを地図に戻せるな。ほら。 すっごい
我々の感謝の気持ちとしてこの贈り物を受け取ってくれ。自分を偽るな。我々の血の中には石が流れている。鉱山労働はきついが、掘り出した鉱石には正当な額を払うぞ。旅路がこの愚か者に味方してくれますよ。腕に自信があるつもりか。トンネルを這い回るのに比べたらスカイリムの放浪なんて大遊びだね。お前と子供たちの幸運を。Brandy and cranberry wine. Look over there, see a water frog. You will make a nice elf. That's やっぱり私たちの。じゃなかったね。この武器珍しいでしょう。これはドゥーマーの遺跡で見つけた貴重な一品なのよ。Careful out in the wilderness. Almost any creature you find is liable to give you disease. 私の子、私の持ち物が気になるの？先を急ぎましょう。If all the companions are shield siblings, I suppose Thelma is almost like a shield grandma. They are lucky to have her.
じゃなかったわね。あれ、大丈夫？なんだか体調が悪そうだけど。How are you doing? You don't look well at all.場所ね。せっかくだから旅の疲れを癒していきましょう。You look so pain. Are you? なら収穫の手伝いが手頃ですよ。また今度。のどかな場所ね。せっかくだから。私の持ち物が気になるの？先を急ぎましょう。略奪にあった後、ドラビンはいつにも増して冷酷になったわ。彼はここが嫌いなのよ。なってるわね。なんだか楽しい旅になりそうね。止まれ。リフテンに入りたいのなら、まだまだ行ったことがない場所がたくさんあると思うとワクワクしてくる。この町に入るという特権のためだ。問題ないだろう。大きな声を出さないでくれ。みんなに聞かれたいのか。通してやるから、その門の鍵を開けさせてくれ。忠告する。ラグドフラゴンにいる顔面改造医の話は聞いちゃダメだ。噂ではむしろ顔面破壊屋の方が近い。私たちトレジャーハンターは宝を求めているけど、人の持ち物は盗まないわ。だからこの町の盗賊たち